テレコビズについてはちょっとこうやっぱり御社のビジネスいろいろ取材させていただいていると気になる部分もありまして、まあやっぱりこうまあ御社の場合こう重説、今回まあユニ博は初めていらっしゃったということで、今回改めてまあ中国までわざわざユニ博見にいらっしゃった、まあこういう今回どういった目的でいらっしゃったんでしょうか。まあユニ博というものが初めてだというのもあるんですけれどもね、中国という国は今一番ある意味進化した国になっていると思うんですよね。例えばそのキャッシュレス決済一つとっても、もうもはや人々は現金持って歩いてない。どんなところでもそうですよね。で、そういう社会で私たちがこの外資系の企業としていかにお役立ちができるのかということはやっぱりね、周りの状況も見ながら確認しないといけないということが一つと、そしてもう一つは他のね日系の企業さんの幹部の皆さんとこの中国でねどういうふうにやっていこうかというようなねところ、どういう意識でやっておられるかということをまあコミュニケーションして学びを得ると、それからまあ今日戦略発表会というのが朝ありましたけれども、ここで私自身がですねしっかりと今パナソニックが全体としてあるいは中国という国でどうしようとしているのかということを発信することで、私たちパナソニックグループにとって非常に中国が重要であるということをね、まあ、当然社員もそうですし中国の皆さんにまあアピールするという機会でもあったと、まあ、この3つですね。まあ、足元のまあ決算、まあ、ちょっと拝見させていただきますと、中国事業がまあちょっと厳しい、CNA 社の売上が前年比で 81% ですか、これについてはどのように受け止めていらっしゃいますか。いやこれはね、まあ、本当に中国で戦う力がなくなっているのか、あるいはこの景況感といいますかね、中国の景気によって左右されているのかで、これ見極めないといけないと思うんですね。だから例えばそういうことで言ったらシェアが落ちてないんであれば、これは景気が復活すればですねより伸びていくことができるということなんでね、まあ、そういうことで、まあ、冷静に見ればいい話だと思ってます。じゃあ今回はそれほど、まあ危険、まあ、危惧はしてないと、うん、危惧をしてない事業と、もう少しこうね、なんて言いますか、頑張ってもらわないといけない事業の、まあ、両方あるということですよね。しかしながら、例えば販売が落ちてるということはね、例えば工場の稼働も、まあ、あまり上がってないということですから、逆に言うたら時間があるだろうと、その時間を改善のために使えと。ということでね、やればですね、今度その景気が復活したときに例えばより高い生産性でね生産できるであるとか、そういう強みを獲得する機会でもあるということで、私は皆に言ってます。具体的にどの、まあ、事業に、まあ、ちょっと不安を抱かれているのか、そしてどこは逆に楽観視されているのか、ちょっとその、まあ、やっぱり例えばこのコロナの中で、これね具体的に言うとあまりねいいメッセージにならないんで、まあ、具体名は避けますけれども、まあ、コロナの中で中国の地場のお会社が同じようなものを作って、例えば普及品について言えばもう大体同じレベルに追いついてより安いコストで出しているというような、そういうふうになってしまった事業は今からどうするんですかと、ね、上に逃げたって結局ボリュームゾーンで負けたら例えば調達の、ね、における優位性とかもなくなってきますんでね、だからやっぱりボリュームゾーンを地場の会社と例えば同じコストで、同じ性能だったら同じコストで作れるのかということを、まあ、そういう事業には求めていると、まあ、いうことですね。逆に楽観視している部分ってどこになりますか。楽観視はしてないですよ、ね、やっぱり中国の地場の会社っていうのはどんどんスピードをね、上げて改善したり、あるいはイノベーションを起こしたり商品力の強化というのをやってますから、それに負けないということでないと、スピードで負けたらいずれは、まあ、今勝ってても追いつかれるし、ね、今負けてるんだったらどんどん差が広がるということですから、もう何はともあれスピードを上げると、それがチャイナスピードだって言うんですけれども、私としてはこのチャイナスピードっていうのは、まあ、グローバルに戦っていく上での必須のスピードやというふうに今社内では檄を飛ばしております。じゃあそれでいうと御社の中でやっぱりこう中国で勝負するその重要性というか、そのあたりはどのように社長は訴えているんですか。いやだから中国で戦えないんだったらグローバルで戦えないよと、中国から逃げるということはグローバルの競争から逃げるということだと、だから中国から逃げてはいけないと、まあ、こういうことなんですね。それで言うと直近のですね日本商会のアンケートなんかでは、まあ、やっぱりこうちょっと今年の、まあ、直近では、
まあ、投資を躊躇してしまう、まあ、ちょっとこう弱気になっている会社がもうあるわけですけど、それでいうと中国への投資っていうのは今後どういう姿勢を保っていきたいと考えてますか。まあ、ですから中国で戦っていける事業はその中国の中で投資をすればいいわけです。戦っていけるというのは私たちが中国のこの事業の例えば競合に比べて、ね、より、速いスピードで進化をし続けるというシナリオがあるならば、そうすると例えばシェアも上がるはずですよね。要は中国の社会であるとか中国のお客様により良い商品をより早く出していくということができるかどうかなんです。それでいうとこうなんか今日午前中 のレクの時に本間副社長のお話で面白かったのは、まあ、結局中国の場合は内部留保で、まあ、ある程度投資ができているから、まあ、本当にこっちで溜め込んだ、まあ、貯めている利益というか、まあ、そのあたりも使って、まあ、うまく喋りましたか、はい、こっちの事業をやっていくとそういうお話を聞いたんですけど、それでいうとある意味、まあ、こっちでちゃんとビジネスを完結できるというか、まあ、お財布が完結できるって言ったら言い方が変ですけど、お財布はあると、はいはい、お財布はあるけれどもね、だけど競争力がなかったらそのお財布の使い道もないということですよね、うん、お財布はあるんだから、まあ、それがねすぐに何千億とかそういう話じゃなくて主には生産投資であるということであれば、やっぱり2桁億せいぜい3桁億前半の話なんですからね。それはだからそういう競争力をつけていくと、そのスピードをもっともっと上げていくということを前提にやっていけばいい。それでいうとこう、まあ、一つ最近のニュースなんかで気になると、まあ、処理水問題なんかがありまして、まあ、やはりこう日経に対する、まあ、イメージっていうのが、まあ、気になっていらっしゃる会社もいらっしゃるわけです、あるわけですけど、そのあたりってどう、まあ、処理水の問題はね、私どもにはまず関係ないと思ってます。まあ、おそらくね、その食品業界の方々には少し懸念がされるというのはあると思いますけどね。そういう関係しそうな商材を扱っているわけでもありませんし、私たちはそれ以前にやっぱり孫社というね、この松下電器以来のですね、中国の方々とのつながりにおいて日本だどうだというよりもやっぱり中国のインサイダーになるということでやっております。一方で不動産不況の部分についてはちょっとこうやっぱり御社のビジネスいろいろ取材させていただいていると気になる部分もありまして、まあやっぱりこう、まあ御社の場合こう住設から家電まで全て扱える唯一のまあ会社として、このまあ中国で今その住宅系にいろんなものを資材を供給したりですね、まあビジネス展開されてますけど、まあなかなかこの不動産不況というのがまあ政府がいろいろ打ち出しても厳しい状況になってますよね。まあこれもね、ただね、今そうですと、今そうだというのをこの中国という国が今まで投資してきたやり方、経済政策の打ち出し方から言ってほっとくのですかと言ったら、僕はほっとかないと思うんですよね。だからそれは今年突然良くなるというものではないにしても、やっぱり中長期で考えたら必ずやっぱり復活してくると。そしてもう一つは、私たちはこの、健康スマート住空間という領域で新しい提案をしているわけですよね。新しい提案を、それを求めるお客様とをこう握ると言いますかね、認めてもらうというか、まあ、そういうふうにしていくところにビジネスチャンスを見出していこうということですから、マクロな景況感がそうであってもですね、やっぱりその中でも投資していく、例えばディベロッパーの方とかいらっしゃるわけですからね、そういう方々に刺さる提案をいかにやっていくかということだと思ってます。やっぱり付加価値のあるものをどんどん作り出して送り出していくと。そうですね。でそれがやっぱり今、例えばガツアツ松下社区なんかでもね、日式のこの生活様式というのを中国の方に合う形で、あるいは中国の方が受け入れる、認めてもらえる先進性ということを、ね、盛り込んだ上で提案すると、そうするとやっぱりそれはいいねというふうに言ってもらえると。まあメンバーは相当苦労しながらやってくれましたけれどもね、そうやって一つ一つ着実に進めていければなと思ってます。